はい、こんにちは。ドラフト7勝を目指す初心者です。今日はですね、アーキ別に、コモン・アンコモンの高勝率カードを並べてみた、機械兵団の進軍ドラフトですね、の、緑・青編をやっていこうと思います。ゆっくりしたデッキになると思うので、まだ慌てるような時間じゃないという、焦らないで、強い動きができるというところを見ていきましょう。はい、では、ジミックカードの強いカードを見ていきましょう。右に行くほど弱く、そして下に行くほど弱くなっております。右側には、タッチで検討できるカードが載っております。はい。まず一番強いカード、芸術的な拒絶ですね。こちらの方なんですけども、特に他の色よりですね、これマナが伸びて、ロングゲームになりやすい色というところで、この、カウンターが非常にいい動きをするというところで載ってますね。それから、勇者、そしてスカイクレイブといったところの強いクリーチャーたちが載っております。そして二人組の叩き伏せという強い除去。それから、囚われの隙間。これもアドバンテージが取れる非常にいいカード。そして、エファラの分散、本質の同化というスペルが来ていますね。ここでカウンターが来てるっていうのが、やはりこのカラーっていうのが、受けてっていうところが、強いというところが見えますよね。エファラもそうですね。交渉人が来ていますね。そして、イモーティ、アドが取れる、マルチカラー来てますね。そして、もつれた地平線。これもロングゲームには非常に向いているカード。それから、1マナのプラにバットリが来てますね。こちらの方なんですけども、結構環境初期に指標が出ていて、今はちょっとどうかわかりませんが、結構意表がつけるというところで乗ってはいますね。サイバーが来てますね。それから、モロック。そして、薬草学がここで来てますね。薬草学はもう少し高いかなとは思ったんですが、この位置に来ています。そしてタッチから見ていきましょう。赤タッチの場合に3点火力が来てますね。やはり赤のこの3点火力っていうのはタッチでも強いというところ。そして黒の場合はこの31飛行が来てますね。はい。これも強いスペルを使い回して、そしてマナが伸びるのでロングゲームで使えるというところですね。それからちょっとですね、母数がそこまで伸びてないので、わからないですけども、ジオダームというところが結構いい数字を出していて、これはバトルをひっくり返したり、急にできるので、意表がつけるというところが多分かなり、相手からすると意外になって強いんじゃないかなと思っております。はい、では、先ほどより劣るんですけど、次の候補を見ていきましょう。はい。テツコ、それからフィンというカードが来ていますね。はい。そして、種子中枢の襲撃が来てますね。はい。そして、ギタクシアスの銘、そして、世界の飢餓という、除去カードが来ています。まあ、アドバンテージ取れるカードとか除去っていうのは、まあ、この辺は伸びてくるでしょうというところありますよね。そして、恵み来てますね。しっかりマナ伸ばしたいですし、恵みはいいカードですね。バイリー、バトルが来てますね。それから、行商人、回収銃といったところが来てます。行商人はまあ、そうですね、バイオも出るので、そこのマナを出したいというところもありますね。まあ、変身とかにも使えますしね。はい。それでタッチカラーなんですけども、インスタント操作で結構入ると思うんで、やっぱラフを、白入れてラフ使って、そこでアド取っていくっていうのも考えられますね。黒だと、強い、除去でありバッドリー、集団的悪夢が入ってくるのかなというところがありますね。はい、さらに下がりますけども、次のカード見ていきましょう。刑事的浄化という一時的な除去カード、それから、2マナ31。来てますね。それから、飛ばし。これも、バイオでアド取っていける。まあ、この色に合ってるのかなっていうカードだと思うんですけども。飛ばし来てますね。それから、エンジャントの、再飛行が来てますね。そして、外獣がこの位置ですね。もう少し高いかなと思ってましたけども、結構この位置というところですね。それから2マナ、じゃなくて、22の飛行、警戒、この3マナの暗行ですね。結構ですね、こいつがね、どの色でもそこまで期待値ほど伸びないかなって感じですね。特にこの色は、もっと大きいサイズでいきたいので、ちょっとっていうところですね。それからタコがこの位置に来てますね。やっぱマナ伸びる色なんで、普通に出せるかなっていうところもあると思います。そして希望の種子、そしてルーメのインガ、ゼンリカ。ゼンリカはマナ伸ばして、まあ、インガはちょっとこのサンドローができるかどうかっていうのはちょっと微妙なところの色だとは思うんですけども、そうですね、タッチカラーで黒とかあったりとか、なんかそういったところ赤があったりとかで結構いけるのかなというイメージですかね。はい。
まだタッチから見ていきましょう。アモン決定の進行を来てますね。それからエルフのおけもりといったカードが来ております。はい。はい、このシミックという色なんですけども、結構色受けもあって、ロングゲーム向きの色ですよね。で、まあ、序盤、取れるクリーチャーの質によっては、序盤から、殴っていくこともできますよという形ですけど、基本的に前半はしのいでという感じですね。なのでですね、序盤相手にライフをリードされることもあると思うんですけども、そこを粘って、ロングゲームに持ち込めばかなりアドを取って、大きいところも出てというところで勝てるのかなという色だと思います。焦らずにじっくり進めていけば、強い色という感じの色ですね。はい。ありがとうございました。失礼いたします。